ハカス共和国はアジア中央部に位置するロシア領内の共和国。この地域はクラスのやるク時間帯の標準時を使用している。時差はアトックプラス7時間で、過時間はない。ハカス人は中力系のハカス語を話す民族で、キルギス人と禁煙関係にある。伝統的に彼らはエニセイカワナカ流域に住む遊牧民族だった。時代の数勢に応じ、 時の大国であるトゥルク、ウイグル、モンゴル帝国に服属した。17世紀にロシアに征服された。ロシア政府によって強制的に政教に改修させられた。1930年10月10日にハカス自治州が設置され、1991年に自治州から共和国になった。2015年2月には国家を制定した。小麦、トウモロコシ栽培、畜産、 石炭、鉄鋼、貴金属の工業、木材工業石炭、鉄鋼、非鉄金属、貴金属、石鋼、建築材料、博士共和国は、共和国直轄仕事市及び八地区からなる。2010年の国勢調査では、ロシア人81.7%、博士人12.1%、民族ドイツ人1.1%、ウクライナ人1%、 タタール人0.6%、その他0.5%、ありがとうございます。